それではお願いいたします。この大会は日本の伝統文化である将棋の魅力を多くの人に届けようと JT が主催し、今日は1回戦で羽生善治九段と菅井竜也八段が対局しました。対局は持ち時間が10分と短い早指し将棋。プロ棋士のスピード感のある攻防と迫力ある一手一手に、大盤解説に集まったおよそ400人の将棋ファンたちは魅了されていました。対局は中盤から鋭い攻めを見せた羽生九段が128手で勝利しました。次は9月に北海道で行われる2回戦で藤井聡太五冠と対戦します。どちらに